皆さんこんにちは、パル PR のゆずです。今日はナチュラルクチュールのおそのさんと一緒に夏のオフィスコーデをご紹介していきたいと思います。ナチュラルクチュールのおそのです。よろしくお願いします、はい、お願いします。ナチュラルクチュールといえば結構私的にはオフィスカジュアルっていうなんか定評とかイメージがあるんですけど、結構そういう声とか多いですか？そうですね、やっぱ、うん、あの OL さんとかの方が多いんで、うんうんうん、お仕事用に、まあ、制服みたいにナチュのお洋服買いますって方多いので。そうなんですね、本当お仕事を探されてる方が多いですね、うんうん、これから夏の多分暑くなって新成人の人とかは何着を多分なってるかなって思うので、ちょっと私もオフィスカジュアルしたことしないので、ちょっと私も一緒に学びながら今日はおそのさんにちょっと教えていただきたいなと思っています。じゃあ一つ目のコーデは何でしょう？はい、会議の日のコーデになります。おー、会議なのでシャッキッとしたコーデになりつつ、うんうん、社内の会議っていうイメージなので、うん、優しげそうで優しげ優しげな感じも出せて、うん、っていうコーデを決めようかなと思っております。楽しみです、はい、じゃあ早速着替えていきましょう。はい、レッツゴー。コーデで、はいはい、着替えてみました、はい、初めてなんかソワソワしますね。めっちゃ可愛いです。でも似合われてます。でもやっぱジャケットなんですね。会議といえばというか、ちょっとカッチリ感出すためにちょっとジャケットを羽織ってもらって、うん、あのゆるさんが骨格ストレートっていうことでちょっとやっぱカッチリ感出すっていうところも骨格ストの方にはいいっていうところで、張りのある素材のジャケットを選んでみました。着心地でもめっちゃいいです。素材はしっかりしてますけど、なんか薄手なので、でも大丈夫な素材になってます、うん、めっちゃ着れそうな。室内とかって結構冷房きつかったりねするので、そういう時にもこれめっちゃ使えそう。出勤の時もちょっと日よけぐらいで。あ、確かに。あと会議だからやっぱ座るからこういう縛りにならない系ですね。そうなんです。めっちゃ軽くないですか、このスカート。めっちゃ、はい、着てないぐらいな感じですすごい涼しげな、うん、あの素材使ってるので、うん、なんか真夏も大丈夫ですし、うん、カラースカートっていうところでちょっとおしゃれ感があるので、車内なんで、まあ、そこまでかしこまらなくてもいいかなっていうところのちょっとこうカジュアルなカラーを入れてみました。トーンめっちゃ合ってますね。よかった。綺麗なワントーンコーデではないでしょうか。でもめっちゃ着痩せして見えません？これなんか私めっちゃ似合ってるって自分で思いました。あ、よかった中もクロス、うんうんうん、めっちゃ、はい、ブラスすごい可愛いんです。カジュアルブラスって人気のブラスになってます。あ、そうなんですね。そうです。めっちゃ着心地よくて、しかも後ろこれ着た時あったじゃないですか。あ、めっちゃ可愛くないですか？可愛いです。髪アップヘアとかね、あ、ちょっと見せてもらって、うんうんうん、コツストさんは相手でも良かったりするんですけど、うんうん、スタイル綺麗に見えるっていうところで、うんうん、でもこのブラスを選んでみました。じゃあ私に合わせて選んでくださったんですね。コツストさんだからっていうので選んだコーディネートになってます。コツストの方はこれを参考に見ていただけると嬉しいですよね。カバンはあのちょっとこの一週間コーデでずっと着回そうと思って、これはナチュで人気の反撃バッグという名前のバッグなんですけど、私インスタで見ました。 A4 サイズがしっかり入るカバンになっているので、うん、書類とかも入りますし、ここのところに本当だ、はい、すごい薄手の紙とかも入れちゃっても試合にならないので、じゃあクリアファイルなしでも、はい、なしでも嬉しい。ない時たまにありますよね。なんか、ね、忘れちゃったりとか、手続きに使ってもらえますので、うん、パソコンとか持ち歩く人とかも、ね、いらっしゃるでしょう、うん、ポーチとかも意外とかさばるもんね。そうですよね、うん、タブレットとかも案外重みがあったりするので、手続きも、じゃあもうオフィスカジュアル持ってこいなバッグですね。はい、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 の日のコーデでした。めっちゃ可愛い。じゃあ続いては何でしょう？は商談の日のコーデを組んでいきます。どんな差が出るか、最近となんかあんまり商談って違うイメージ私的にそんなないんですけど、私もパッと浮かばなかったのでお客さんに聞いてみたんですけど、うん、そうなんですね、はい、商談となるとちょっと外に営業とかに出て行ったりとかされるので、うん、そういうことをちょっと考えたと思ってます。では着替えに行きますね。次は商談コーデ着替えてもらいました。めっちゃ一気に雰囲気変わったくないですか？ガラッと変わりましたね。すごい大人っぽくなった感じがします、ね、ちょっとアップヘアで綺麗めなパンツのコーデになりましたね、はい、ちょっと外出するので、まあ、この時期暑いかなっていうのでノースリーなんですけど、ちょっとこうブルー系でちょっとこうシャキッと見、うん、
してるのと、あとパンツ、うん、で足込み監督力の高いコーディネートになってます。ちょっとこういうかっこいい女性の方がなんか言われたことに対して説得力絶対増しますよね。なんか今増してますかね、ちょっとは質問になったら、うん、ジャケット羽織ってもらってっていう感じで来てもらうとバッチリかなと思います。なんか仕事できそうじゃないですか、めっちゃすごいできそうです言わせてます今その査定になってるので、うん、ちょっと深見えもするので、うんうんうん、確かにさっき言ったらまた素材感でまた遊んでもらって、うんうんうん、オフィスカジュアルってやっぱ素材とかなんか見え方で変えるっていうのがなんか新鮮ですね。なんか楽しんでますオフィスカジュアル。あと骨ストさんポイントとしてはちょっとこう一個開けてもらうのと、うんうん、前だけインしてもらうっていうのも骨ストさんポイントで、ウエストラインめっちゃ高く見えそうです、これ。足めっちゃ長いですね、このパンツ。で、そのパンツめっちゃいいですね。ありがとうございます。はい、こんな感じですかね、長男校で。はい、そうですね。はい、じゃあ続いては、はい、続いては、仕事帰りにデート。おー、リアルですね。リアル。急に、なんかお仕事後デートはめっちゃイメージあるかも。OL の方、なんか駅とかで待ち合わせしてるイメージが。ちょっとこうディナーだけ一緒にみたいな感じのコーデを組みました。楽しみですね、はい、では着替えていきましょう。はい、次はデートコーデ着てもらいました。もうザーじゃないですか。女性らしいコーデですね、めっちゃ。めっちゃ似合ってます、よかった。しかもこれ着心地なんかサラサラしてるんで、めっちゃ。そうなんですよ、気持ちいい。実は接触冷感&UV カットの、UV カットカーディガンになってます。そうなんですね、はい、じゃあこれでもう日焼けとはおさらばですね。そうですね、ずっと着ときます。じゃあ私出勤の時はこういう感じで着てもらって、うんうん、ちょっとカッチリ着るんですけど、うんうん、デートということで、うん、お仕事が終わったらカーディガン脱いでもらって、うん、あ、脱いで、はい、かわいらしく完成です後ろがポイントで、お腹が開いております。開いてるんですか。はい、開いてるんです。見てなかった。肌見せもしつつ、うんうんうん、ちょっとこうジャケットでカッチリ感もありつつ、うんうん、なのでオフィスもバッチリで、うんうんうん、ノースリーブって OK なんですか。背中開きとか結構ダメなオフィスに効くので、うんうんうん、こうカーディガンで隠す。だからかそのアイテムだったんですね、はい、でそれはテクニックですね。変わっちゃえば隠せちゃって、うんうんうん、すごいカッチリ感のあるワンピースだなと思ったら、あの肌見せ実はしてましたという。ちょっとオンオフどっちも買えるアイテムですね。そうなったらシルエットもすごい綺麗なので、ね、形めっちゃ綺麗なんですよ、このシルエット。入れ感がたまらないです。骨格ストレート様、襟のある感じもすごい似合うということで。そうなんですよ、はい、似合うんですこれだったらもうデートに行ってもおしゃれやっぱしたいって気持ち絶対ね、デートだったらやっぱ可愛く見られたいって絶対思うので、このテクニックあったんですね、はい、うまいなちょっと勉強になりますね今日は、うん、こんな感じですかね、デートコーデは、はい、でめっちゃ可愛い、うん、じゃあ次のコーデいきますか。はい、次は女子会コーデで、おー、はい、お仕事終わりに同期のみんなとか集まってご飯みたいなイメージのお洋服になります。退勤後ちょっと雰囲気が変わるのかな。はい、雰囲気変えていきたいです。おー、はい、楽しみですね。じゃあ着替えていきましょう。はい、着てみました。どうでしょう。かわいいです。なんかベージュなので着慣れてるのがあって確かに似合います。なんか安心します、すごい。さっきはちょっと色物入ってたので、うん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 、また印象変わりますね、うん、お仕事中はこうちょっとジャケットにパンツスタイルっていう感じで、うんうんうん、これ2日目と同じジャケットですよね。そうなんです。1日目2日目となんか中が違うだけで見違えるようにね。2日目はネイビーだったので、うんうん、ベージュで柔らかい印象で、うん、ニットなので雰囲気変わります、ね、めっちゃ変わりますね。チュールの感じが可愛いポイントになりますね。女子会っていうことでちょっとトレンド感を出して、うんうん、うん、確かに女子会だったら脱いでもいいかもですね。そうですね、うん、これもプラスで、はい、いいですね。一気に華やかに、はい、なりますね。トレンド感とちょっとごちゃごちゃとしたアクセで、うんうん、女子会も写真映えしそうな感じになります。写真撮りますもんね女子会って、はい、おしゃれだなって思ってもらえそうですね、友達とかに。じゃあ女子会コーデはこれで決まりですね。じゃあ次行っちゃいますか。はい、次は推し活得意分野ですね。得意分野、はい、はい、帰り道もちょっと推し活があるという時の、はい、そういう時もあるんですね。はい、あります。あ、さすが、はい、結構多いです。結構もう帰りダッシュでどっかに行くっていうのは結構あるので、向かう、ね、そういう時のコーデを組みましたので、うんうん、楽しいです、はい、ではお着替え、ゴー。
最後推し活コーデで、はい、着てみました。はい、華やかで、うん、ちょっとテンションの上がるような花柄のブラウスで推し柄を入れて、うん、花コーデにしてみました、うん、柄って大丈夫なんですか？ OL さん花柄は大丈夫みたいで、そうなんですね。人気です。あ、そうなんですね、はい、このブラウス特にこの花柄が一番人気です。多分モノトーンなんで、あ、そんな派手派手でもないですし、うんうんうん、色もなカーデとかでも合いますし、確かにこのカラーの合わせというか、なんで多分着やすくて人気なのかなと思います。素材もほんのり透けがあるのかな、ちょっとだけ透け感があるんですけど、分かりやすく透けないのでね、オフィス行ける感じですか？これもこれやったらそんな透けないので、うん、大丈夫です。で、はい、中にじゃーん、こちらが仕込んであります。持ってきました。はい、うちはちょっとやりたかったやつになります。推しグッズを、推しグッズをこのバッグ入っちゃうんですね、うちは。そうそう、ギリ入るんですよ、ね、すごい。なので帰り道にライブがあるときはこれで行ってもらって、うん、であとポーチも入ってるので、アクスタとか入れてもらったりして、推し面が入ってます。推し面が入ってます。これでもう行けちゃいますね。はい、なんか楽しいですね、なんか勝手に。あ、推し活気分今楽しんでる。これで楽しめます。はい、はい、じゃあこれで推し活に行っちゃいましょう、はい、ということで本日は夏のおすすめのオフィスコーデをしてみました。私もちょっと勉強になって楽しかったので、ぜひ皆さんを参考にしてください。はい、ありがとうございました。バイバーイ。